進行中の自軍部隊を護衛し、妨げとなる敵部隊を殲滅してください。こんにちは、サナエです。こんにちは、ハシルバッフ。出撃する機体を選択してください。あなた、イケメンの時点に声がけんよ。選択してください。そうですか、初めて言われたっす。まあいいわ、そのうち、慣れるでしょう。ハシルバさん、あなたにはこれから模擬戦をやってもらいます。選択してください。おう、任されて。実戦経験はないけど、テストパイロットだったから、そこそこいけると思うっす。兄貴には、負けないパイロットになってみせますよ。お兄さんは、いいパイロットでしたね。とても残念でした。いやー、兄貴は死んだと決まったわけでは、ないっすよ。あなた、まだそんなこと言って。とにかく出撃っす。役割、走る場、出るっす。忠実なるジオン軍兵士たちよ、今こそ我らの力を見せつけるのだ。はい、視聴者の皆様にはここで解説しておきましょう。隣にいるイケメンは走る場ラル。うん、この機体遅いぞ。元ジオンのテストパイロット、一回り年上のハシルバラルというお兄さんがいたんですの。拠点位置遠すぎるぜ。何度か動画にも出たことのある優秀なパイロットでした。ベルファストでの戦闘を行方不明、現在も見つかっておりません。やっと見えてきたぜ、制圧してみせるっす。弟のラルさんは、お兄さん探しのために、正規パイロットに志願。一通りのシミュレーションを終え、今、大規模戦の模擬戦中、ということなんです。僕は、模擬戦だからって、手は抜かないっすよ。早く、兄貴を超える、パイロットになるんす。この戦闘、1位を取ってみせるっすよ。あの、走る場さん。ラルでいいっすよ。では、ラルさん、この模擬戦にはあなた一人で参加しているので、順位は関係ないんですよ。それじゃあ、1位確定っすね。制圧した拠点は、拠点位置、制圧完了っす。選択可能になります。続いて、敵機を撃破するっす。マップ下に、指揮官からの指示が来ていますよ。拠点にも、制圧指示が出ていますね。了解っす。拠点にも制圧に、向かうっすね。指揮官からの指示と、敵の位置には、常に、気を配ってくださいね。あと、電子化管理もですね。了解っす。すごい弱いっすね。模擬戦ですからね。敵は、ほとんど攻撃してきません。4連撃っす。今のうちに、連撃の感覚を身につけておくといいかもしれませんね。連撃は気持ちいいっすね。いやほう。本拠点の防御を固める。拠点の制圧完了したっす。指揮官からの指示を見てみましょう。本拠点は今防衛指示が出ていますよ。目標の防衛戦術が本拠点が侵されると抜けてしまいますよ。了解っす。本拠点は今防衛に向かうっすね。敵軍が進行してきました。自軍拠点を防衛してください。緊急砲を使うと便利ですよ。鉄発剣、勢力フリック弾が切れちゃったっす。目標の護衛行動を開始してください。発艦で決めよう。補給するっす。まだ敵が残ってたっすね。火力弱いな。脳面動画
ましょう。指揮官からの指示です。次の指示が来ましたね。敵本拠点 A の撃破指示が出ていますよ。了解っす。本拠点撃破してさっさと終わらせちゃいますよ。敵軍本拠点への攻撃を行ってください。敵本拠点を総攻撃する。まだ一機敵が残ってるっすね。先に片付けるっすよ。急速接近する機影を確認。敵の全滅完了。敵のエース登場ですね。兄貴が余裕してたっす。エースは強すぎるから気をつけろっす。ここはエースを無視してさっさと終わらせるっす。任務完了、チャンスですよ。任務完了です。速やかに帰還してください。この戦闘の成績報告です。お疲れ様でした。やったっすよ、1位だぜ。だからそれは、まあいいでしょう。個人評価の報告です。昇格おめでとうございます。これからも頑張りましょう。それであなたもジオン兵の仲間入りですよ。兄貴、僕やったっすよ。君は軍人として優れているだけではない、良い感じ方を持っているようだ。これから二人で頑張っていきましょう。本部より可愛いサナエちゃんとならやっていけそうっす。開封するコンテナを選択してください。あなた、そんな。ではこの辺でご視聴ありがとうございました。